こんにちは。こんばんは。今回は、うぷ主がブックオフで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。この前紹介したものの動作確認ね。ああ、今回はこの前紹介したこれらのもののうち、プレステの出た夏インビーアッコーデラックスパックの動作確認をするぜ。ちなみに今回は低い難易度でのかなりぬるっぬるなプレイだったので本当に動作確認程度の動画として見ていただければと思います。ぬるいプレイなのはいつもな気がしますけど。そうなんだけど、今回はコンティニュー無制限で、やられてもその場で復活だったのでよりダラダラした感じになってしまいました。なので今回はいつも以上にカットしまくって飛ばし飛ばし見ていくことになるかと思います。ってことでスイッチオンです。で無事起動しますと、タイトル画面になり、ここでツインビーアッコーか出たなツインビーのどちらをプレイするか選ぶことになります。これはアーケードの2作品がセットで収録されてるのよね。ああ、出たなツインビーの方が先に出たゲームなので今回はそちらから先にプレイします。で選択すると、って感じで音声が流れ、若干長めのロードが入った後出たなツインビーが起動します。ロード画面はカットしたのね。ああ、特に何も表示されずずっと真っ暗な画面だったしな。で、オプションで最低難易度にしようかと思ったんだけど、とりあえず難易度は初期設定のままで残機は増やせるだけ増やしていってみることにしました。で、戻ってスタートです。始めるとこんな感じで軽くオープニングメッセージを挟んだ後、発信します。始まり方はシンプルな感じね。そうだな。ざっくりストーリーを説明しますと、スパイス大王との戦いから数年、どんぶり島には平和が戻りのんびり暮らしていたところ、遥か彼方の惑星の女王メローラから邪悪な異星人イーヴァに滅ぼされそうだから助けてくんろ的なメッセージが来たので、トリマ惑星メル助けにヒュイゴーって感じです。いやヒュイゴーって、相変わらずざっくりしすぎなのよ。説明書にだってそんなに長く書いてないしなんとなくわかるからええやんけ。なんで逆切れしてるのよ。まあ例によって詳しいストーリーが知りたい方は各自でお調べください。操作の方は従来のツインビーと大体同じ感じだと思いますがショットのため打ちができます。ため打ちはなかなか強そうね。でステージ1ではこんな感じで2度ほどやられました。最初の面から相変わらずのヘボっぷりね。ああやっぱ最低難易度にしておけばよかったな。まあでもその後は残機を減らさずにボスまでやってこられました。神っぽいボスね。そうだな。で一面のボスにはこんな感じで適当にため打ちを食らわせてたら片腕を持っていかれましたが、って感じであっさり勝てました。まあ最初だしね。でステージとステージの間にはこのようにいい感じのアイキャッチが挟まります。前にプレイしたスーファミのポップンツインビーでもステージ間にアイキャッチあったわね。そうだな。まあでも出たなツインビーがアーケードで出たのが1991年で、ポップンツインビーが出たのが1993年だから順番的にはこっちの方が先っぽいな。そうなのね。ちなみにツインビーアッコーは1995年にアーケードで出たみたいです。で2面はこんな感じのステージを進んでいき、ボスにたどり着く前にまあまあやられました。いややられすぎでしょ。だって一面に比べると急に敵の攻撃激しくなったんだから仕方ないやんけ。まあ確かに低めの難易度にしては結構忙しそうね。ああ、それもあって死にまくりまくりステイだったので今回はいつも以上にぬるぬるゾンビプレイでした。いやだから今時誰も死にまくりまくりステイなんて言わないのよ。ラクリマバカにすんなや、ビジュアル四天王とか中二心に憧れたやろが。いや知らんし、てか別にバカにはしてないでしょうが。まあそんなわけで2面のボスまでやってきましたが、いやだからどんなわけよ。ここはボスの周りをぐるっと回りながら戦う感じのボス戦でした。で1機やられ、2機やられ、あっという間に残機がなくなってしまいました。まだ2面なのにあんだけあった残機使い切ったのね。でこの後さらにボスが迫ってきて、って感じで押しつぶされてここでゲームオーバーとなりました。コンティニューはその場で復活なのね。ああ、さらにコンティニュー無制限だからさっき言った通りぬるぬるゾンビプレイ可能です。だから緊張感なくダラダラプレイしちゃったわけね。ああ、
無制限でその場から復帰となるとやられまくってもクリアできちゃうからな。まあウプ主の場合はヘッポコなのでクリアできないよりはそっちの方がいいけどな。ウプ主の場合回数制限ありで復帰がステージの最初からだったら最低難易度でもクリアできなそうだしね。そういうことです。でようやく2面のボスを倒し、アイキャッチを挟んで、3面です。で3面はこんな感じのステージを進んでいき、ボス戦です。だいぶ一気にはしょったわね。ああ、あまりにも見るに耐えないプレイだったのでここからはさらにかいつまんで見ていきます。で3面のボスはひたすらまたため打ちして倒し、アイキャッチを挟み、4面です。で4面のボスです。4面のボス倒しました。バッサリカットしてるけど残機なくなってるからボス戦だけでだいぶやられてるわね。そこは気にしちゃいけません。でまたアイキャッチを挟み、ごめん、ごめんのボス。アイキャッチ、6面、6面のボス。アイキャッチ、7面って感じで進んできました。で7面が最終ステージです。本当にカットしまくってお届けしてるわね。ああ、見ての通りいくらなんでも立て続けにやられすぎなのでカットしないと見れたもんじゃありません。まあでも前にポップンツインビーやった時もこんな感じの動画の作りだった気がするわね。ああ、ツインビーはどれも可愛い見た目とは裏腹にウプ主がプレイするには結構難易度高いからな。でこちらが7面のボスです。こいつがラスボスなのね。そうみたいだな。で攻撃を避けるのはなかなか大変なんですが、って感じで耐久力はあまりなく割とあっさり終わってしまいました。ラスボスにしてはちょっとあっけない気がするわね。そうだな。まあ低い難易度でプレイしてるからってのもあるだろうけどな。でエンディングです。って感じでエンディングが終わった後、そのまま2周目がスタートしました。2周目もあるのね。ああ、2周目はちょっと違う雰囲気になって1周目よりかなり難しくなるようです。じゃあウプ主がプレイしたらさらにやられまくるわね。そうだな。ちなみに動かずやられまくってるのは最初ウプ主が2周目が始まったことに気づいていなかったからです。動き出したから今ようやく気づいたのね。ああ、まあ結局どの道やられまくるけどな。
で1周目よりさらにやられまくって2周目もクリアしときました。ちゃっかり2周目までプレイしたのね。ああ、コンティニュー無制限だしせっかくだからな。でもまあ2周目クリアしても特にエンディングは変わらなかったです。そうなのね。多分だけどな。で2周目が終わるとゲーム終了になります。エンドレスで何周もするってわけじゃないのね。ああ、まああくまでウプ主が難易度ミディアムでプレイしてみた限りではだけどな。ってことで出たなツインビーはざっくりとこんな感じでした。なかなか難しいみたいだけど雰囲気はいい感じだったわね。ああ、コンティニュー無制限のおかげでウプ主でもしっかり最後まで雰囲気は堪能できたな。で続けてツインビーヤッホーの方もお届けしようと思ったんだけど、まあまあいい時間になってきたのでそちらはまた次回にします。また動画分けるパターンね。ああ、いくらカットしまくってお届けしてるとはいえこのまま続けると長くなっちゃうからな。ちなみにツインビーヤッホーの方も今回と同じくヌルヌルゾンビプレイなので次回の動画もあんまり期待しないで見ていただければと思います。てか今回と同じ感じだと次回はあんまり見てもらえなそうね。そうだな。でもまあ例によって3人は見たい人がいると思うので編集頑張ります。いやだからそんな人いないのよ。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.